お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらラット式ミラーエリババマゾニクロケットバージョンと、まあ、いうわけですごいね、編成のね、まあ、ミラーデッキと、いう感じなんですが、まあ、ディガー削りデッキですね、簡単に言うと。はい、まあ、ディガーと、あとはそれ以外防衛ユニットだと思ってもらえれば、もうディガーで削って削って、まあ、あと相手のタワーが残り1200ぐらいですね、なったら、まあ、ロケットミラー、そしてウッドを添えてあげれば、まあ、落とせるかなっていう感じで、まあ、それが本当もエリーババと、まあ、マーザーネクロ、原価業この2枚がすごい強いので、まあ、この2枚を、まあ、ミラーしつつ、まあ、攻めたり守ったり、すれば、まあ、なんかいい感じに戦えるよねというデッキでございます。さあ、まあ、その中でやっていきます。なんかね、結構1年ぐらい前になんか似たような型を使ってって、まあエリババがミニペッカで、マザーネクロがロケット星かな。で、ヒースピが好きだったかな。で、使ってたんですけど、まあ、それをちょっとこう、なんか、いじってみましたね。なんか、エリババにしたら強そうじゃなと思って、エリババにして、で、なんかマザーネクロ欲しいよなと思って、マザーネクにして、で、エリババいるから、じゃあヒースピでいいじゃんとか思ってね、もう全然違うデッキじゃんって感じなんですけども、まあ、なんかね、ちょっと強そうだったので、おいほいほい、ロケが決まっていく。大ダメージ。いや、こんだけあればもう何なら勝ち。あれだってもうあれ、スペル圏内ですね。ロケロケで終わります。まあ、ロケロケで終わるものの、守れるかどうかですね。これ。次のこの相手の攻撃を、まあ、守れるかどうかなんですけど、まあ、エリババで、エリババで、守って、うっ。なんかすげえ硬いやつ来た。あれ、ヒースピーとアイゴルで守るか悩んだんですけど、もう一回出した方がいいかなっていう思いがあって、そっちにしたんですけど、これは正解だったんでしょうか？どうなんでしょうか？エリババミラーで耐えてください。いや、強っ！待って待って待って。エリババだけで守れちゃった。待って待って、俺エリババ以外なんか出したっけ？あ、ヒースピ添えてあげたぐらいか。オッケーオッケーオッケー。なるほどね。バカ強えじゃん、あいつ。レベル14ですからね。相手も初めて。初見殺し。オッケー。さあ、ディガーでちょっかい出しとけば、あとはもうロケ。ロケ圏内。で、マザーネクロはちょっともったいないかなとか思いながらも、マザーネクで対応したら、この豚も相手はなかなか無視しにくいよ。で、これ、攻撃がね、結構めんどくさいんですよ。相手のユニットの。まあ、ですけど、まあ、そこは全部ロケットでね、やっていけたらなと思います。で、ボンバーぐらいなら、もしかしたらウッドミラーで処理できますね。で、今までウッドミラーってバカ強かったんですよ。30処理できないな。なんか強かったんだ。ウッドミラーはマジアチャ処理か。できて、すげえ強かったんですけど、ここ最近、あれなんですよね。マザーネクロがすごい増えてて、マザーネクなんとね、ウッドミラーでね、ギリ死なないんですよ、あの子。それが厄介すぎて、ちょっと困ってるんですけど。よいしょ。いや、めっちゃいいロケ。良すぎ。やばくない？これ。縦全部エリババで溶かして、後衛は何とかしてもらうっていう。まあ、スケドラだと思うんですけどね。これ、僕が一番きついやつ。うん、違った。ボンバーだった。ウッドミラーでさよならして、ヒースピで回復してあげて、で、このエリババをね、延命してあげたいな。ママで延命してあげつつ、オッケー。待って、めっちゃいい。めっちゃ刺さってる。いいね、これ。まあ、ロケ、ぶっちゃけいらないんじゃないかってすごい思ってたんですよ。ファイボとかでもいいんじゃないかとか、まあ、プリンセスとかでもいいんじゃないかってすごいこう悩んでて、悩んではいる今のところもまだ、うん、けどロケの方が最後のやっぱ削りが強いんですよね。そう、削れないんですよ、なかなかこういう組み合わせだとね、なかなか削れないので、まあ、エリババいるからワンチャンエリババをメインにしたら削れるかもしれないんですけど、僕は今回これディガー削りっていうね、まあ、デッキをメインでちょっと組んだので、まあ、ロケは必須かなっていう。まあ、さっき防衛でも活躍しましたしね。さあ、とりあえず、ウッド転がします。はい。俺待って、もしかしたらなんですけど、今日も展開切る。あとね、2連勝か。いや、なんなら3連勝いるかもしれないんですけど。いやー、これでな、今日も展開いけたら3日連続展開切るんだよな。多分、いないんじゃないですか、これまで3日連続展開行った人。自分でトロ落としただけなんだけどな。そう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 、なんかいろいろやってたんですよね。そう、いろいろ型をやっててすごいトロが落ちました。さあ、五分五夜、
ゴブゴヤポイズンか。まあ、小屋デッキ。ゴブゴヤポイズンってでも珍しいっすよね。さあ、やりゴブワンパンになったことによって、マザーネクロはね、使用率が上がりました。ああ、スキラか。ゴブゴヤ型のスキラか。うわ、ミラーで今、スキラ下に出してよかったな。まあまあ。まあまあ。まあまあまあ。まあ耐えてもらって、ウッド使ってもいいけど使わなくても良さそうです。はいはいはい、スキラですね。これは相性がいいんじゃないでしょうか。まあ一つ言えることはゴブゴヤうぜ。ゴブゴヤだけですね、僕の天敵。ゴブゴヤいなければスキラなんてもうね、かも。いやまあ、リーバブでゴブゴヤ壊せたらいいのか。とりあえず端前出しておくか、こいつ。うん、端前出して、なんかちょっかい出してもらってさ、あれに。うわザッピーもいるんだな。いたな、さっきも。なんかレアじゃないですか。これでもタワー殴るんですよね、あの子。さあ、ちょっと、あ、イリーパパミラーするぐらいなら、マザネクミラーぐらいしとけばよかったかな。あれでもびっくり。いや、ちょっと、イリーパパミラー世界一いらんかった気がする。まあまあまあ。でも、そこそこに悪くはね。あ、バッテリー20%ごめんなさい。さあ、マザネク回った。で、マサネク意外となんかこの、ワイタスケでやられるので、このヒースピはちょっと大事まであるっすね。さあ、ゴブゴヤこれでちょっと処理してもらって、いや、ザッピー嫌だな。なんでザッピーいるんや。マジで。世界一疑問。ザッピーで全部止まっちゃうんだよな。なんでザッピーいるんや、マジで。本当に聞きたいんだけど。どっから来た？いる？ザッピー。絶対いらないよな。まざまざ。まざまざが来るぞ、これは。これ左来てえな。いや、まあ。いや、でも右の方が思ったより入ってんだよな。うわ、デリットたるか。あ、マジか。さあ、まあ、ここでスケラが来ないよな。さあ、僕は意外と戦えてんだよ。なんか、ジガル。なんか、すげえボロボロにされてる感があるんですけど。やべえ、このまま、シャシャったっすね、ちょっと。やばい。タキが。痛い。ママ。オッケー、ママ頑張れ。ママ頑張れ。ママ頑張ってもらう。ポイズン使ったから2周目ママで。いや、これワンチャル。マジ、豚大量発生チャンス。さあ、ディーガーで。豚大量、いける、マジある。さあ、ザッピーにロケ。これはマジである。上回ってないと思った。マジである。レベル14の豚は強いぞ。マジある。さあ、ママ出して。ママ2箇所に出しちゃおう。2箇所に出したら、どっちか。ダブルママ。ちょっと待って、ダブルママはカオス。待って、スケラが結構入ってる。オッケー。いや、ギリレベル13と14の豚いる。オッケー。いや、できゴブ笛じゃなかったらもっと楽でしたね、絶対。え、でもゴブ笛だったからこそ、よかったのかな。最後ね、めちゃくちゃ豚作りましたよ。いや、でかいですね。さあ、ママミラーがね、大活躍しました。今回、エリババがなんかね、相手ザッピーいたことによってすごい無能だったんですけど、まあ、場合によっては、エリババがすごい刺さることもあります。まあ、相手に応じてね、相手の弱点のカードを、いっぱい出してあげましょうというデッキでございます。さあ、基本的にはディガーで削っていきます。タルババなので、まあ、なんだろう、大型待ってくれるタルババなので、まあ、今回エレジアイとか、まあ、新衛隊プラスのローフグデッキの可能性もありますけど、ホバリングいるんで、あのデッキ、まあ、それは結構萎えちゃいますよね。さあ、バルキリーだったので違う。バルキリータルババいや、これ。しかも、ポイズン、あ、スケラか？もしかしてだけど、スケルトンラッシャーマンじゃないでしょうか？あなたは。あなたはもしかして、これはスケラの香りが。いや、まあ。ベビードラ君が。あ、待って。これやばい。いや、でも、これスケラに竹が行く。よしよし。ちょっとアイゴレ延命したいな。アイゴレ延命してね。バカ。うわ。やばい、痛い、結構痛いな。いや、でも俺の攻撃もぼっちぼっち入ってんだな。さあ、2連続スキラを引くっていうね。
いや、神相性だと思うんだけど、この最初にママを抑えてしまった時のこのダメージ痛すぎるんですね。さあ、さすがに回ってないから、これはエリババで受けてあげて、カウンターディガー添えてあげて、まあ、ゴボリだと思うんですけど、まあ、その間のディガーでね、ああ、削ってあげればいいなとか思ってたんですけど、ふんふんふん。いや、なかなかいい。ベビドラ厄介ですね。まあ、最悪、端前でバルキリーベビドラとかいたらロケ打ちます。全然ロケ打っていいと思います。てか、なんならもうロケで削っていくまであるっすね。うん。ベビドラ来てほしいな。もうロケ打ちて。ベビドラにロケ打ちたいです。打っていいと思うな。よしよし。あ、でもこれよくねえか。ミラーでママを埋めないときよくないですね。ミラーママないと。いて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 。あ、よくないですね。結果的には。さあ。神相性に思っていたが、意外と削りきれない。削りきるのが大変すぎる。いや、アイウィズに行ったでかい。アイウィズに行ったでかい。ママを低めからの。ロケ。したら相手はポイズンだけですね、一回。まあそうなんですよ。そうなんですけど、全然戦えるな。ここでロケ打ったら終わるよな。サイクルが良くないんですよね。なかなか。ハマってないっていう。ここでロケ打ちたいもん。ね。うん。ポイズン？うん、オモベビドラ最強すぎん？もっともっと、やだやだやだ。ママいるのに負けちゃうじゃん。ママ？待って、やばい、やばい。あ、これ取るね。やめて。やめて。俺もう絶対延命する、このママだけは。レベル14だもん。14？ うん。あ、負けちゃうんすね。ね、スキラーだから神相性とかね、言ってましたけど、普通に通んなかったっすね。ってことは、五分上だから良かったのかもしれん。いや、でも普通に勝てないことはないと思うんですよ。全然ロケで削って、ママで守っていけば、理論上はこっちの方が削れるんで、そう勝てると思うんですけど、ベビドラでね、なんか世界変えられちゃうかもしれないですね。あと相手がさっきはバルキリーだったのが、意外と豚が切り刻まれていきましたね、目の前で。もうママも悲しい。自分のね、産んだ子がもう目の前で何十匹も刻まれていく、あんなの見てるんですよ。ド M の中のド M っすよね。なのにどん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 自らね敵の目の前に豚を産んでいく。さあ、プリンス、まあ、ジャイプリとかしか思いつかないけど、うん、ゴレでしたね。ゴレプリ、ゴレプリ流行り。さっきもなんかゴレプリいませんでした。やば。そんなことある？ゴレプリが流行ってる環境って何？そんなことある？しかもこれエリババがもうちょっと溶かしてくんなきゃさ、ママ火力ないんだよね。知ってるかな？まあまあまあ、逆行ってもらって、でもこれ小型ゴレのダメージちょっと痛いっすもんね。うんうんうん。うんうん。さあ、エリポン置かれる。エリポンゴレプリプリですね。なんてチンパンな。さあ。まあ、でも待って、ゴレプリプリメガゴでしょ。個体しかいねえな。なんかスケルトン部隊とかいたらすごい厄介ですけど、端前エリババで一本取っちゃいたいな。一本取っちゃえばこっちのもんみたいな。来るぞ、ケツゴレ。ドン！ここや！完璧すぎる。いや、完璧すぎる。これで一本取れたのでけえ。このゴレ無視してもトントンや。キングおられなければね。よしよし。さあ、ビードラくん。これさ、最強のリボを出すべき？いや、2倍タイム入るから出すべき。これ2倍タイム入るのでかいっすね。しかもこれヒースピで回復できる。オッケーオッケー。いい、熱い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 。
しかもママが頑張れる。いや、ママとエリババのコンビネーション。あ、待って、これ逆線に釣ろうとした。これでもエリババで守れねえのかな。ベビドラがやっぱさっきから一緒飛んでんだよな。さっきからオッケーオッケー。いや、これさ、迎え撃つか。迎え撃てんのかな。あ、待って、25秒か。いや、言うて時間あるな。よし、プリプリがやだ。で、あとゴレさえ溶かせば全てロケでいける。よしよしよし。いや、この絵なんかさっきも見たな。よしよし。うん、待って、やば。うい、絶妙。絶妙すぎるね。いやー、もうちょっと綺麗に守れそうなんですけどね。なんか五霊の爆破、気づいたんですけど、五霊爆破だと舞台にならない。さっき舞台、あ、でも最後舞台になってたか。攻撃してなかったからですね、単純に。何でもないっすわ。よろしく。ちなみにクローンされたユニットを魔女が倒すとクローンの豚が生まれます。なのでめちゃくちゃ弱い豚になっちゃいますね。一発で死ぬ、まあ、けど豚が生まれるみたいなのもあります、一応ですね。なのでなんかね、もちろん他にもこういろいろあるとおもろいですけどね。スケルトン倒すと、あ、それこそなんかそういうキャラ、例えばね、なネクロマンサーとか言ったら名前的にはもうそんな感じですけど、相手の倒したユニットをそのまま自分の部下にするみたいな新カードとかあったらおもろそうだなっていう、なんか不意に思いましたね。だからもうラバとか倒したらもうラバが俺のもみたいなね、めちゃくちゃおもろそうですけどね。ね、まあどうでしょうか。さ、ファイアボール、ラバルの矢の雨ファイボーかな。そんな感じ。ん、全然ラブルじゃねえな。ヤナメファイボーアイスイズの墓石って何、まあ、バルーンロイフグの人。いや、でもアイスイズメガゴスもね。いや、マジでわかんねえし、墓石マジで厄介。さて、どうせファイブ来るしっていうので高めにね、ママ出していきます。まあ、今ちょうどファイブが回ってないんですよね。うん、で、これエリババで延命してあげたら熱い。しかもディガーもつなげてあげて、ウッドをね、うっ、めっちゃ熱い。で、墓石が来るか。ん、墓石、おお、待って、めっちゃたまたまだよ。待って、ワンパンしたワンパンしたナイス。豚の竹取り、これ熱いですね。なんならもう相手は諦めぐらいで、デッキは多分スケラかな。いや、わかんな、ここに来てもわかんないっていうね、事件なんですけど。さあ、多分相手は諦めましたね、というわけで。ちなみにロケットミラーは相手のターン1100はロケミラーで削れそうですね。ロケミラー1100からのウッドが100ぐらいあるので、まあ1200ぐらいね、ワンパンできますよというデッキでございます。なので、まあミラーをね、最後まで隠し持っとくっていうのも大事にはなってくるんですけども、まあそんなことしてる場合じゃねえんですよね。試合中エリババミラー、マジオミラー、しないと守れない場面もあるので、まあまあまあ、まあ使うときは使えばいいって感じですね。さあ、これ勝てば今日もなんと展開に行くことができます。よろしく。さあ、コカッちゃんだ。コカッちゃんはどうなんだろうな。まあ、ウッドロケあるのは、まあ悪くはないとこっすよね。魔女いるし。まあ、問題は俺の攻めが通るかどうか。ですけど。なんかこう書いてんな、ね。エリババウォールブレイカーコカツ的な。ウォールブレイカー来るぞ。ん？プリンちゃんでした。さあ、まあこれは魔女でいいでしょ？からの、プリンセスいないターンはちょっとチャンスですけどね。デリバリー。うん、ふんふん。デリバリープリンセス好きか。なんか昔の、一昔の前の。うん、ふん。さあ。バレバレか、バレバレか、バレバレ枯渇なのか。いや、わかんないっすね。ちょっとだけわかんない。マスケーとかちょっと嫌だよなぁと思いながら、で、もう一回ハシマプリン来んのかな、これ。
いやこれ痛いっすよね。でもどうにもできないっすもんね。さあ、でデリがさっき来たよな。デリ来るタイミングのエリババで、あ、ロケマンのか。うわぁ、え、ロケデリ相手なんかスペル多くね。プリンセス、スケルトン、ゴブリンバレルでしょ、ロケデリ。あれ全然出てねえか。なんや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 。ロケねえのかな。ロケなかったらロケズレで勝てそうだけど、多分エリババ持ってると思うんですよ。真面目にエリババ持ってると思うんだけどな。あ、でもスケアイスビだったもんな。もう数枚出てねえな。2枚ぐらい。あ、ナイトいたな。ラスト1枚なんかあるな。絶対ロケか、ロケかエリババ持ってるもん。これもうロケかエリババって言ってるもんな。これウッド持ってたっけ。ああ、よしよし。地味にうぜ立ち回り。ああ、インフェでしたね。ってことは、ってことはもうなんか勝てそう。だってロケないっすよ多分。多分だけどね。さあ守って、僕の数え間違いがなければロケが、あ、ロケあった、ロケあった、ロケあった。俺バカや、俺バカや、何言ってんや。一人でマジで恥ずかしい。さあさあさあ、一生端前プリン経過してロケ対決しとけば勝てるはず。相手このマザネクきついしね。でこれ魔女が攻撃してからのウッド、絶妙すぎる。さあエリババで、うわめっちゃいいスピ、たまたまね。さあしかもディガーで削っていく。しかもこれマザー猫もね、相手止めないといけないし、豚も入る。いいね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 。なんならロケ、あ、待って、ロケロケウッド、待って大丈夫かこれ。お願い落ちて、落ちなかったら終わるよ。え、落ちるよね、おぶね。これ今の落ちなかったらマジで大逆転されるっていうね、やばすぎ。いや怖、スペルのねダメージ皆さん覚えとった方がいいです。というわけで、なんと3日連続展開到達。このデッキね、皆さん使ってみてください。というわけでおります。ときればチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。ではお扱いチャンネルでした。またね。